本日もよろしくお願いします。これあげちゃいます。頑張りましょう。横浜 DeNA ベイスターズ。さあ、そしてバッターボックスには森が入ります。さあ、ワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。今度はしっかり打ちました。セカンドの右抜ける、バックホームする、サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。まあさすがという打席には5番バッター坂本、連続フォアボールでチャンスを広げています。まあここもある程度ボールを見ていくと、ファウルボール、おっとこれは真ん中、ここはあっという間に追い込んでいます。打ったー、文句なーし、スタンドも越えていった、ダメよ。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、彼らしい見事な一打でしたね。これは致命的な追加点になったかもしれません。横浜 DeNA ベイスターズ対北海道に、お願いします。バッターボックスは3番野村、先ほどの打席はファーストライナーに倒れています。打ちました、これは浅いフライ、ヒットになりました。ツーアウトランナー1塁、元気出してください。バッターボックスは8番宮崎、まあ大きく差が開いてますけど、どんどん点を取りに行く姿勢でいってほしいですね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。2球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン、追加、2番バッター万波、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。はい、さあ最後のバッター、これはバットです。 DeNA ベース横浜 DeNA ベイスターズ対、打席には5番バッター高浜、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね、ツーアウトランナーありません。さあ3球目は何か、インサイド落ちました、ヒットになった、ツーアウトランナー1塁、打順は5番坂本、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ロドリゲス、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、いい当たりだ、打った瞬間確信した、入った、ホームラン、いや約束ですよ。バッターボックス野村、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。はい、引っ張った、サード取った、これで3アウト、試合終了。やった、 DeNA ベイスターズ1-2
疲れ様でした。さすがです。現在の順位が出ていますよ。残りの試合も頑張りましょう。任せてください。